皆さんこんにちは。今日は7月大注目の新作コスメを紹介していきます。まず一つ目がこちら、ロフトで先行発売されていて話題になったキャンメイクのグラスティントシロップです。1番と2番が発売されていて韓国製、7月下旬先行発売の10月以降に定番予定で、今見たら3番のカラーも追加されるみたいです。つけてみるとみずみずしい、しっかり保湿感のある軽めのテクスチャーになっています。さらっと伸びるような質感で全く重さを感じません。発色は一塗りで結構色づきます。香りはついていません。仕上がりはぷくっと感が出て、時間が経つとさらにプルッとして潤いを保ちながらしっかりツヤを出してくれます。透明感があって自然っていうよりは結構高発色なので、唇に密着して存在感のあるツルッとした唇になります。色は1番がマロミピンクレッドで、2番がくすんだモーブピンクです。ティッシュオフすると1番の方がしっかり着色しています。食事をして何時間も塗り直しをしないとさすがに薄くなりますが、持ちは結構いい方だと思います。ティントによる刺激感も感じず、しっかり保湿成分が残ってくれるので長時間乾燥することなく使えました。しっかり発色でくすみや暗さのあるカラーが得意な方に合うリップだと思います。続いてはこちら、エクセルから新発売のリアルクローズシャドウの新色、 CX8 番のクォーツリングです。テクスチャーはご存知だと思いますが、しっとり密着していてパールのツヤ感がとっても綺麗なアイシャドウになっています。今回の新色は可愛らしさと大人っぽさを両立したニュアンスメイクができる配色で、ピンクとオレンジで華やかなんですが、全体的に落ち着きのあるトーンになっています。左上からスウォッチしてみると、少しオレンジ味を感じる上品なローズピンク、華やかさと明るさがあるんですがベースにオレンジっぽさを感じるカラーです。続いて右上のカラーはコーラルピンクで、ゴールドとピンクの細かいラメが入っています。見た目は温かみのあるコーラルですが、光が当たるとゴールドっぽく見えて結構華やかです。左下のカラーはベースカラーとしても使えそうなシャンパンイエローベージュ、ほんのり温かみがあって目元のくすみをパッと華やかにしてくれるような色味です。最後に右下のカラーはサテンの質感のローズがかったブラウン、ソフトブラウンよりは暗いですが締め色としては暗すぎずピンク味が強いブラウンになっています。肌なじみのいいピンクコーラルなので上品さがあって最高に可愛いです。続いてはディオールのスキンルージュブラッシュカラー&グロー、チークとハイライターがセットになった2色パレットで、ほんと見た瞬間どうしても欲しくなってしまって買ってしまいました。私が購入したのは257番のピンク系パレットと287番の青みピンクのパレットで、開けた瞬間ね、おしゃれな香水みたいな香りがしました。まずは大本命の287番から。テクスチャーは結構サラサラした質感で、しっとりっていうよりはかなり粒子の細かいパウダーです。でも肌に溶け込んでくれる感じで使い心地がとってもいいです。つけてみるとほんのりツヤが出るような発色で、ふわっと色づいてツヤツヤのお肌にしてくれて、とっても可愛い仕上がりになります。発色は薄付きで、左のチークカラーだけでもツヤが足されてハイライトっぽく仕上がります。右のハイライトカラーはライトラベンダーですが、薄く伸ばすとピンクに見えるカラーです。パールに近い細かいラメが入っていて偏光ピンクのように光ります。透明感をしっかり出してくれるカラーで、ブルベ夏向けかなと思っていましたが、イエベ春の方でも使える色味だと思います。透明感をしっかり出してくれるようなカラーです。257番は少しコーラルっぽさもありつつ、温かみと鮮やかさのあるピンクカラー、つけてみるとピンクコーラルのフレッシュで華やかに明るくなるようなチークカラーで、発色も結構いいです。ハイライトカラーはシャンパンピンクで、ゴールドのラメが気持ち大きめの粒で入っていて、ギラギラするわけではなくて上品に光ります。少し黄みがかったようなゴールドに見えてとっても華やかです。287番は透明感がアップする華やかさと涼やかな色味、257番は可愛くて華やかなカラーになっています。続いてはメイベリンから発売された新色のビニールインクリップです。誰でも似合うピンクリップっていうコンセプトで3色の新色が発売されました。まず66番はまろやかなピンクレッド、ウォームトーン寄りのくすみのあるレッドピンクです。このリップはかなり高発色なので、しっかりつけるとセミマットとツヤの間ぐらいで落ち着きます。次に67番はくすんだモーブピンク、しっかりしたグレートーンのくすんだピンクで、ブルベ冬や夏のくすみ感が得意な方におすすめです。68番は少しオレンジがかったピーチコーラルカラー、
肌なじみのいいウォームトーンの色味でイエベ春の方におすすめかなと思います。全人類ピンクっていうコンセプトではありますが、正直66と68がイエベ春っぽいカラーで、67番がブルベ夏の方によく似合いそうなカラーです。続いてはこちら、ロージーローザの 3D スポンジウェット&ドライのビッグタイプです。一回り大きくなったということで、時短にもなるし、首とかデコルテ、ボディメイクにも使えるサイズになっています。カラーも涼しげでとっても可愛いです。普段よく使っているフィリミリのスポンジと比べると結構大きめなのがわかるかなと思いますが、スポンジはね結構柔らかくて、より密度が低くてふわふわしています。これはドライでも濡らしても使えるんですが、ドライで使うのはセミマットとかマット系のファンデーションをしっかりつけたいとき、濡らして使うのはカバー力が高いファンデをより自然につけたいときとか、ツヤ系ファンデをさらにみずみずしくつけたいときにおすすめで、濡らしてみたのがこちらです。かなり大きいです。一気に塗り広げられるし、肌に当たったときにすごい柔らかくて気持ちいいです。厚塗り感を出さずに薄膜仕上がりで超時短になるので、かなり使いやすいんじゃないかなと思います。この動画をお楽しみいただけたら、高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。